八が、山遊園は、富山県姉郡町岡村張原に、かつて存在した遊園地である。八が、山とは、呉羽丘陵の北端にあたる、標高30メートルの丘陵で、一体の大技である八が、山はこの名に由来する。かつては、姉郡長岡村に属し、1954年3月1日からは、姉郡呉羽町を形成する大技張原であったが、 クレハ町が富山市に合併した1965年4月1日より、すでに同市内に属するハリハラと紛らわしいため、近隣のハリハラと共に八が山という大技を名乗るようになった。八が山遊園は1929年より、同地において列中鉄道が開業した遊園地で、戦前は多くの人々が訪れにぎわう県内有数の観光地であった。 しかるに戦後は衰退し、2019年現在は、富山市の管理する、クレハ山公園八が、山広場となっている。2010年には、と、山の近代歴史遺産100選のうちの一つに選ばれた。越中電気軌道の開業を報ずる新聞。八が、山が紹介されている。八が山においては1924年10月12日に、 越中電気軌道線富山北口停留場、四方停留場間が開業し、山が切り開かれて付近に5秒口停留場が開業した。その越中電気軌道は、開業翌年度にあたる1925年度下半期には、早くも欠損金を計上し、1928年度に、至ってる遺跡や字事は23万円以上に達する、経営状況で、内出浜に、 海水浴場を整備したり、和合裏に新駅を設置するなどして、観光客の誘致に努めていた。このような沿線観光開発の一環として、越中鉄道においては蜂が山に、遊園地を造成すべく1929年6月15日に、旧来の五秒口駅を廃止して、新たな駅を蜂が山に設けた。当時の新聞は次のように、越中鉄道の蜂が、 山遊園地化計画を報道している。越中鉄道の冒険者として今度越鉄、運輸工業会社を創立したが、同社では富山北口停留場と八町村、停留場間にある八ヶ山停留場付近の山約8000坪を開拓して遊園地を作る計画を立てている。工事の着手は、明春の雪解け後らしいが、まず第一の計画は、花園を作ることとし、 以後各種の運動設備を施して、遊園地となし。なほとおは、スキーのできうるように、付近一帯をスキー場にすると、この蜂が山開発を指揮していたのは、ネイ軍百塚村出身の実業家、石原翔太郎で、彼は、鉄道と遊園地を結びつけて、旅客の誘致に成功したたとしの例に着想を得て、蜂が山への遊園地建設を拡策し、 古鉄運輸工業が設立されるや、早速蜂が山一帯の桃畑や雑木林を買収したと言われる。当時の新聞に掲載された蜂が山遊園の広告この蜂が山一帯は元来、その北面した傾斜地は地方稀に見るスキー場として電車開通と共に天下に宣伝されると言われていたところであったが、百二十九年十一月十五日に、 内山富山高等学校教授と金子聖五郎が当地を通査したところ、蜂が山はスキー場として絶好の場所であることが再確認され、この調査結果を元として越中鉄道においてはスキー場を造成すべく工事に着手した。当時の新聞は、同書は富山市に近く交通便もすこぶる良好なのでスキー不安を感激せしめるものとして飲食店。 休憩車などの設備をなすと同時に温浴場をも設置線としているから、本当はスキー不安で賑やかは不であろうと予想している。スキーは新しきスポーツとして人気を集めつつあったが、富山近郊においてスキー場といえば上滝スキー場の他にないというのが当時の状況であった。そして1929年の冬に8が山遊園は開場した。 石原翔太郎は会場にあたって富山市の八人町小学校の寺を川上良教諭に蜂が山スキー場歌の作詞作曲を依頼しこれを印刷して市内各学校に配布し宣伝に努めたスキー場にはジャンプ台や菓子スキー板100台が用意され山上には休憩所売店及び簡易食堂が設けられた山上の休憩所は 三階廊と称する三階建ての建物で中には浴場設備があり上からは立山連峰が眺望できたその後は通年利用を図って運動広場や動物園などが整備された円形の運動広場の表土には水はけを良くするために炭が敷き込まれスタンドが設けられまた周囲を取り囲むように植え込みがなされたこの運動場においては毎週のように 地元の職場運動会や宴会等の催しが行われ、周辺地域の連合運動会やバレーボール大会の会場にもなったという。加えて、広場の西側にあたる傾斜地には水路を巡らせ、人工の滝や石灯が整備された庭園が設けられ、広場の東側には、越中鉄道線をまたぐ太鼓橋を通る散策路が作られた。この太鼓橋を渡ったところには、ブランコ、滑り台、 シーソー等の遊戯設備があり、遠足の季節になると小学生の感性がこだましたと言われる。こうして8が、山遊園は、戦前においては、県内有数の観光地として知られ、多くの人々が鉄道を利用して訪れたが、その経営に当たっていた越中鉄道は1943年1月1日に、実施された交通統合によって、富山地方鉄道に吸収された。八が、 山遊園の管理者は、富山市に移ったが、かつての呼び物であったスキー場は元来小規模であった、ため、戦後に、各地で開発されたリフト付きのスキー場に客が流れて、さびれ、山上の山回路は廃業した。また、昭和30年代から大川寺遊園の整備が、進んだことも客足の減少に拍車をかけた。八が、山へ、多くの人々を運び、越中鉄道から、 富山地方鉄道へ移管された伊水線も、1980年4月1日に廃止されている。富山市は1976年12月28日から、八ヶ山を初級スキー場として開放し、1979年には、ちびっこ冒険村と称して、遊具設備を整備するなどしたが、それも一時的なものに終わり、夏場は草が生い茂っている。また、戦前の運動広場は、 地元住民のゲートボール練習場として利用されている。広場の奥には蜂が山遊園の開業に尽力した石原翔太郎の記念碑が残されている。ありがとうございます。